じゃん。フルーツやデザート、お料理を形合わせしていこうね。じゃあまずはこれからいこうかな。これは何かな？これはロールケーキ。ロールケーキ。同じようなこの二つをこうやって合わせるとぐるぐる回ってるところがぴったりと合ってロールケーキになったよ。じゃあこれがピタッと合う場所はどこかな？わかるかな？これはこっちの方にあったかな？ここの下のところ、ここにこうやって合わせてあげるとぴったりだよ。じゃあ今度はどうしよう。これは何かな？これは卵焼きになりそうなのはこれかな。これをこうやって合わせてあげるとぴったり合うよね。そしてこの上のところがちょっと飛び出ているよ。それはどこにあるかな？あ、ここにあったね。ここのところにこうやって飛び出ている場所を合わせてこうかな？逆向き。そうするとこれでぴったりあったよ。じゃあ今度は、あ、こんな面白い形。これは何かな？これはドラゴンフルーツ。あ、もう一つ同じようなデザインがあったね。これでぴったりあったよ。この形も結構特徴的だよね。これはどこにあるかな？この形だね。この形にぴったりと、よいしょ。あって、はまったね。それから、あ、これは、エビフライかな？エビフライの頭のところ、ここにあったね。これをこうやってぴったりと合わせて、エビフライの形は、あったあった。これかな？この場所に、こうやって、よいしょ。はめてあげたよ。そして、あ、今度は、お魚さんの顔がいたよ。じゃあ、尻尾の方は、あ、これかな？これ、こうやって合わせてあげると、これで、お魚さんができたね。お魚さんの形は、あ、ここに、ヒレの部分が挟まって、これでちょうどいいかな？よし。それじゃあ、いちごもあったよ。美味しそうだね。いちごのもう一つの方は、あ、ここにあったよ。いちご。いちごは、こんな感じの形だよ。この形は、どこにあるかな？この形。これは、この奥のところを、ここに、こうやって、ヘタのところを合わせてあげるとぴったり、ここに入ったよ。そして、リンゴもあったね。リンゴをこうやって、二つ合わせてあげて、こんな形は、どっちにあるかな？フルーツだから、こっちの方かな？あ、いちごの隣にぴったり合う場所があったね。そして、あ、これ、このザクロ。ザクロは一つにまとまって落ちていたね。このザクロを、じゃあ、丸い場所はこれかな？ここが丸い場所。これで、あ、ぴったり合ったね。そして、今度は、巻き寿司かな？これ、巻き寿司。周りが海苔で巻かれているよ。これだね。この二つをこうやって合わせて、あ、これだとちょっと合わないな。逆かな？こうやって、合わせて、あ、こうだね。この方向でぴったり、真ん中の具も合ってきたね。この形が、あるのは、お料理の方だから、こっちの方かな？こっちの方で、あ、
この端のところにちょうどこんな形、同じような形があったね。合わせてみると、お、ぴったりあったよ。そして、これが、スイカ。スイカだね。スイカをこうやって、三つ合わせてあげて、よし。この形は、どこにあるかな？あ、ここに、大きな半分の円の形があったね。こうやって、ぴったり合わさったよ。それから、あ、これ、面白いフルーツだね。これ、マンゴスチンって言うんだよ。これは、どこに？ちょっと、頭が飛び出ている形は、あ、ここを、この形にぴったりかな？合わせてみると、あ、ぴったり入ったよ。そして、今度はオレンジ。オレンジも丸い形だね。丸い形をしたフルーツはこっちかな？あ、ここに丸があるね。じゃあフルーツもここに入れて、オレンジ。ちょうどよかったよ。そして、今度はキウイ。キウイはこんな感じで、楕円みたいな、ちょっと潰れた丸の形だね。フルーツはこっちの方かな？こっちの方で、あ、こんな感じでちょっと潰れた形、ここにぴったりあったよ。そして、これ。これはベーコン。ベーコンだよ。ちょっと細長い四角の形をしていて、これは、この真ん中のところがちょうど良さそうだよ。ぴったりあったね。そして、今度は、カニさんだ。カニさんが、いたよ、カニさん。カニさんは、お料理の方で、あ、ここにちょっと足が、ぴょこぴょこぴょこって出ている感じだよ。ここに合わせると逆かな？逆にしたらちょうどぴったり入ったよ。そして、これがサーモン。サーモンが、これで、この端のところに、よし、これでぴったりだね。あとは、これ。これは、バナナだね。バナナ。フルーツのバナナが完成して、この形。この形は、どこにあるかな？この端のところ、端のところに、よし。入ったよ。そして、最後。最後はこれ。ケーキだね。デザートだよ。デザートは、この、真ん中のところに丸があるから、これで、完成かな。よし。これでお料理が揃ったから、このナイフだね。ナイフを、プレートに、乗せてあげて、みんなで一緒にいただきまーす。